ジャパンフットボールリーグ第5回ジャパンフットボールリーグ第5回ジャパンフットボールリーグは1996年度に開催されたジャパンフットボールリーグのリリーグ戦であるホンダ研工業が優勝した今シーズンからコンサドーレ札幌とブランメル仙台が巡回員として承認されたなお巡回員に参加が認められていた J リーグカップに関しては リーグ戦の過密スケジュールもあって調整がつかず参加を取りやめている。優勝は、ホンダ技研工業サッカー部、J リーグ昇格はビッセル神戸であった。なお、シーズン後に巡回員のトスフューチャーズが、親会社の PJM ジャパンが撤退したことを、受け運営会社の解散を余儀なくされ、巡回員資格も取り消され、後にトス F も解散した。 第5回 JFL の参加クラブは以下の通りである。このうち多いた FC 及び伝送サッカー部が地域リーグからの昇格クラブである。2クラブが組織変更し、東芝サッカー部はコンサドーレ札幌に、NEC 山形サッカー部はモンテディオ山形になった。また、コスモ石油サッカー部はコスモ石油翼海 FC に、富士通サッカー部は 富士通川崎フットボールクラブに名称変更した。大分 FC は愛称として大分トリニティを用いた。ありがとうございます。